おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイターテルナリコーヨーです。今回はルミナスダイアリーではなく VTuber 動画でこのスポットをご紹介いたします。目的は VR コンテンツ制作における取材です。ニセコの風景や施設を通してどういったデザインがいいのか実際に体験します。それだけではありません。ドローンを活用して2つの山の手靴が取得できるかチャレンジをしてみます。そう頑張って撮ってきたのよ。まずはその収録してきた山、羊蹄山の空撮風景からご覧ください。羊蹄山といえば別名蝦夷富士とも言われる名高い山、これを何らかのテクスチャー画像として収録しておきたいところ。というわけでニセコに到着する前に一度 DJI のスパークを使って高度 120m 上空から遠くの羊蹄山を収録してみました。早送りご覧ください。この円形美しいですね。あとは何枚か写真を撮って加工できそうな素材を作っておきましょう。しかし収録地点が遠すぎて上手に加工するのが困難の可能性があります。もう少し近づきたいですね。そう言うと思っていた。だったらとりあえず羊蹄山は置いといてもう一つのターゲット、ニセコアンヌプリを撮っておこう。なるほど、それはブランド判断ですね。ちなみに現在いる場所はニセコビュープルザというニセコの入り口に相当する位置にある道の駅です。基本的な道の駅の機能のほか、地元で採れた農産物の直販店舗も用意されております。フードコートもありますよ。まああれだ、ただっぴろにニセコの名物がだいたいここで広く浅く体験できるってわけだな。あれだよ、年ぶりに乗っかって町おこしをするのもね、よくある光景なんだよ。オリジナルの放送地域ならではですね。んじゃ早速ニセコアンヌプリを撮ることができるスポットを探しに行きましょうかね。そんなわけでニセコバのパノラマライン、ニセコパノラマラインと呼ばれる道道66号線の末端、昆布温泉にある駐車場へとやってきました。ここからフライトしてアンヌプリの写真を撮ることができるのか早速試してみましょう。さあフライトだ。あれは羊蹄山ですね。ということはその左手にあるのが、はい、こちらがニセコアンヌプリ。冬になると連結した複数のスキー場になることでも有名です。映像を見る限りアンヌプリは結構横に広く見えますね。これだと山のテクスチャーとしてうまく使うのは難しいでしょうかね。それであれば同じくもっと近づいて収録するのが最適解でしょう。有効なスポットを探してください。とはいうものね、アンヌプリ近辺ってリゾート系の敷地内が多いからな。法定の限界高度の 150m まで上がってもまあこれが精一杯でしょう。となるとあれな、やっぱ近づかざるを得ませんね。んじゃあ降りますかね、バッテリーも限界だし。警告を無視すると墜落しますからね。強制着陸をキャンセルしたら話すな。あーこれまた着陸地点がずれたな。別に問題ないけど手動でちゃんとマークのところにね下ろしたいところですよね。はい、よいしょ、オッケー。まあテクスチャーのネタにはならんくても動画のネタにはなるでしょ。これはこれでオッケーってことだ。とりあえず今回の宿泊地に行きますかね。目的地はアンヌプリの目前ニセコビレッジです。さあ到着いたしましたニセコビレッジ、その中のホテルザ・グリーンリーフニセコへとやってきました。施設面でも気になる構造だったのでここもしっかり取材していきますよ。まあ中に入る前にここから見えるアヌプリの風景を確認しましょう。でもこれだと逆に近すぎる可能性がありますね。あー微妙かも。
やっぱり逆に近すぎますね、これ。確かに山ってのはわかりますが、素材にはちょっとできなさそうです。これが真冬だと多くのスキー客で賑わうと思うんですけども、グリーンシーズンはまた別のアクティビティが中心ってことですね。この見方だと。そんなところでそろそろチェックインですかね。荷物を持って部屋に入りましょう。続きまして、後半戦はホテル宿泊ルポとなります。しっかりと構造やライトの作りをチェックしましょう。そうよ。何よりも施設のライティングとかレイアウトの見聞を広めるのが最大の目的だからな。というわけで、次回はいよいよ VR チャット向けワールド作りのための施設デザインやライティングの参考となる資料を見ていきましょう。